なんか出てるわよ。出てるね。何やってるの母さん。おかえりナサ君。ただいま。あの人がナサ君のお嫁さん。ナサ君がずっと探してた宇宙一可愛いっていう。そうだよ。そっか。だからちゃんと挨拶をって。待って、まだ挨拶する心の準備が。司ちゃんどうぞ。はじめまして、お母様。湯崎司と申します。本日はお時間を取ってくださいましてありがとうございます。私も湯崎です。奇遇ですね。あ、違う、ナサの母のカモカです。よろしくお願いします。父さんは奥にいるわ。ただ緊張しすぎて朝から一歩も動けないでいるけど。それはそれで大丈夫なの？とりあえず部屋に荷物置いてきたら。私お茶用意して今にいるから。あ、ちょっと、なんか私避けられてるのかしら。いや、あんなもんだよ。本日はお忙しいところありがとうございます。心ばかりの品ですがお受け取りください。はい、どうも。NASA の父のエニシです。ちょっと固まってないで受け取ってくれない？せっかく買ってきたんだから。ごめん。あのさ、無理やり来いって言ったのはそっちなんだから、もう少しなんとかならないの？そう言うけどもだな、ナサ君。こっちにだって心の準備というものが。ねえ。そうだよ。申し訳ありません。いきなりのご報告で驚かせてしまって。いや、それはその…